どうもこんにちは、今日はですね青大将の青さんの、身体測定したいと思います。結構出すまでがですね大変なんでね、一応ですね今の重さ蓋とタッパーの重さ足してちゃんとゼロにしております。まあちょっとね今ね猫がいるのがねこいつがいるのが難点ね、見てますね、見てますな、じじのいて、お前は本当に困ったちゃんだから、ちょっとこいつをね部屋の外に出しておきます。はい、よし、今のうちにですね青さんを出していきたいと思いますが、まあ苦戦すること間違いなしですからね。さあどうする、さあどうする、どうしようか。ちょっとカメラをね、位置を変えながら。マイナス17ね。これ全体で 17g。ごめん。青さん、チャス。チャス。悪いね、ちょっと。そうビビらすつもりはないんだ。ごめん。まあ、相変わらず元気なのは元気で、ね。臭い匂いもね相変わらず出してくれるんですよ。ああはいはいはい、ちょっとねあなた体重多分増えてるでしょ。あ、臭い匂い出してね。タッパーの重さが 17g なので、これを入れて引いて、22g です。前回何ぼだったっけ。前回ですね、青さん 18g でしたね。飼育2ヶ月の時に 18g でした。で、今回ですね、飼育3ヶ月目で 22g ですね、増えております。でちょっとね、前回からもね、重さの方が疑問視されておりましたが、まあ、とりあえず 18g ということで、しといてください。で、今回、21、22ってなってもらいますが、まあ22でいいでしょう。22g です。で、最初ね、1ヶ月、2ヶ月の時に、悩んでた餌のことなんですけれども、餌って言っても食べる食べないの問題なんですけれども、無事にですね、最近、よく食べてくれるようになりました。青さん。しかもですね、食べるサイズがね、コーンよりでかい、はるかに。でかいの確実です。ですね、アニーさんがこれぐらいの時にねこのサイズ食べてたかっていうようなものをこいつは食べております。だいたいですねピンクマウスの L、 ほぼねちょっと薄く毛が生えた L を一度に2匹も食べたことあります。こいつやってたらですねいつの間にかいなくなってるんですよ。で冷凍とかを目の前に持って行ってもなかなか食いません。警戒してやっぱり。全然ね、人慣れをしていないので、警戒して食べないんですよ。持って行って。もう置いとくしかない。で、ケージ内に置いておいて食べたのを確認している状況で、今まで一度たりともして、こいつがですね、餌を食べてる瞬間っていうのは目撃したことはありません。で、なおかつ、餌を与えようとしても、ビビって逃げて食べないですね。で、ちょっと、落ち着かすためにですね、早速もう戻してしまいます、こちらへ。ケージはですね、このサイズで、十分大きいケージだと思っております。本来なら、コーンスネークのアニーさんもこれぐらいのケージからスタートするべきだったんですけれども、まあ、なぜか60、45っていうね、とてつもない過剰スペックのケージに入れちゃいましたからね。はい、戻っていいですよ。戻っていいですよ。で、青大将ってね、かなりコーンスネークと比べて上に行く習性が強いと思いますね、この時点で。で、まあそれもね、こういうケージのここ、こういう縁に結構います。結構っていうかまあよくそこで見ます。なので、なんです?アニーさんと比べて青さんの方が、上に行く習性はちょっと強いんじゃないのかなと感じておりますね。これね、書いとかないと忘れるからね。これメモ。
よし。ほら、今みたいな感じ。あんな感じでもう、何もしなくても自分からあそこに行って、こうやって上にいる感じですね。なので、まあ、木の上が好きと言いますか、高いところが行く習性が、ちょっと臭い。が強いのかなと思いますね。ちゃちゃ、匂う？匂わん？よし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 。という感じですね。よし。じゃあ、先ほど外に出した猫入れときます。青大将はですね、今のところ、困ったいうことはないですね。これね、いるね。こんな感じ。で、来た時とわかりますけれども、細くて長いんですよ、こいつ。コーンスネークとよりも。長い。コーンスネークのアニーさんなんてこんなに長くなかった。せめてこれぐらい、本当にこれぐらい。これぐらいだったんですよ。こいつは長い。長いし、でかい。だって同じ時期にコーンスネーク生まれてるのと青大将生まれてるの、もう卵から生まれた時点で大きさがこっちの方がでかいですからね、青大将の方が。なので食べる餌も当然でかいですし、多いし、でかくなるっていうのは確実です。まあでもなかなか日本にいるヘビなんでね、青大将を見ようと思えばそこら辺にいますからね、でかいの。ね、青。まあただね、青大将ってやっぱりコーンスネークと比べて、なんて言うんですかね。ブリードブリードってしてないんでね、なかなか野生の血が濃いと思うんですよね。そのせいで人慣れもしなかったり暴れたりするんだと思います。コーンスネークがこれぐらいの頃って、持っても全然暴れないですし、そんなにね、ビビったり、あまりしないと思うんですよ。けど、青大将って結構やっぱりビビりだったり、なかなか人に慣れてくれないっていうのは、そういうあるのは、やっぱり、あれですかね。野生の血が濃いせいか、もうほとんどブリードブリードと繰り返されていないせいで、あまり人慣れをしていないのかっていう感じですね。猫が興味的に匂ってますけれども、おそらく臭い匂いが若干匂うんですよね、こいつの鼻には。俺にはあんまり匂わないんですけどね。ちょっと今触った手ですけど。大して匂わん。なあ、ちょちょ、匂わんな。じじ、匂う？匂って。匂う？匂わんやろ？うん。まあどうも、まあ猫の嗅覚には多少なりとも反応しているっぽいですね。よし。青大将についてはまあ、今回これぐらいで、まあ成長してます。重さ的にはビビたるものですけれども、こいつはちゃんと餌を食べてます。ピンクマウス L。で、餌やりの周期ですが、今ピンクマウスの L が生きた状態でいないので、なかなかあげれておりません。週に1回です。週に1回でもまあ十分であろうと思われます。この子にとってはガタイもでかいですし、それそうなりにエネルギーを持ってると思うんで、目覚ましが鳴ってる。はい、それを止める。で、まあそういった感じですね。まあこの後もね、ちょっと爬虫類ショップ行こうかな。まだ開いてないけど。ということで、今回ね、青さんの動画でした。ご視聴の方ありがとうございました。